平井弘明です。今回はですね、軽く振って飛ばす打ち方をめちゃくちゃ詳しく解説していきたいと思います。ないです。平井弘明のワンナップゴルフ。ないですっていうのもあれなんですけど、例えば今きっちり10割ぐらいでいつもスイングをしてて8ぐらいに落として飛ぶかっつったら 100% 飛ばないんですよ。そもそも10ってどれぐらいって言ったら、フィニッシュがその方が取れるバランスで振れるのが10だとします。それ以上振れるんですけども、もうバランスもクソもない、もうフィニッシュでよたついちゃってっていうと、それを11割12割だとしましょう。12割の人が10割に落として飛ぶことはあると思います。それはスイングがきっちりしてきて、バランスも取れて、ミート率が良くなって、結果的に今よりも飛ぶ、力を抜いて飛ぶっていうことがある可能性はありますけども、フィニッシュがしっかり取れている前提で言えば、今よりも力を抜いて飛ぶということはほぼほぼありえないと思います。それはどんなものでもそうだと思うんですよ。今自分がやっている数値よりも落として、それよりも上の数値が出るってことはほとんどないと思います。それは車だったり投げるだったりいろいろあると思うんですが、今よりもアクセルを緩めて速く走れるかとか、そういうことってないと思うんですよ。今よりも軽く投げて遠くに飛ぶかって言っても多分飛ばないと思うんですよ。それゴルフも一緒で、今打った球よりも飛ばそうと思ったら、やっぱりそれなりに力まないと飛んでいかないんです。やっぱり飛ばしってプロでもアマチュアの方でも魅力を感じる部類なんですよ。やっぱり飛ばしたいですし、飛ばすからにはフェアウェイキープして1ヤードでも先に行った方がいいんですが、その方の限界があります。限界の距離を打って常にコースで戦っていかないといけないので、理想の距離を打とうとしても球は曲がるだけです。なのでその方の限界の距離を知って、その距離を常にマックスが240だったら240を打ち続ける、女性だったら200ヤードがマックスだったら200ヤードを常に打ち続けることが一番その方の最大の飛距離になりますので、そういう練習ってどうです？普段からやられてます？結構難しいですよね。なんで最初は曲がってもいいんで、自分がどれだけ振れるかのまず練習をする。それは振った時に苦しくても、バランス崩れそうでもバランスを取って、ちゃんとフィニッシュでビタッと体が止まってられるスイングの一番速い限界のスピードを見つけることですよね。今度それが見つかったら、そのスピードでずっとドライバーを打ち続けること、それがその方の限界のドライバーショットのスピードになります。そのスピードが決まったら、今度芯に当たって最大の飛距離を常に打つっていう練習にどん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 切り替えていかないと、軽く振ってどん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 飛ばせるというのはできなくなってしまうんですね。タイトルとしては軽く振って飛ばす打ち方って言ってやりましたけども、やっぱり飛ばしに行くからには力まないとダメです。なので結論としては、軽く振って飛ぶということは 99% ないということですね。なんで今よりも飛ばしたければ必ず力んで振ってあげる。意外と多いのは、振らなきゃいけないんでしょって言って、いつものスピードでバックスイングを上げて、振らなきゃいけないスピードで振る、要はゆっくり上げてガーンと速く振ってしまう、スピードのギャップが多い、それでボールが曲がってしまう方って結構多いんですよ。ゆっくり上げて、こうやって打っちゃうこと多いんで、あんまりそういうの良くないです。要は飛ばしに行くんだったら、トップからインパクトを急ぎますよね。なのでそのトップからインパクトに急ぐスピードを合わせてバックスイングを取ってあげればいいんです。なのでバックスイングを今よりも少し速くしてあげる。まあちょっと僕は飛ばしに不向きなので、あんまりいい球出ないんで、僕は振るのはやってません。振ったって飛ばないんです。ちなみに僕はドライバーショットいつも 9.5 割ぐらいで振ってます。すごい頑張って振ってるんで、それ以上飛ばそうと思って力んだって飛びはしないんです。なんであまり飛ばそうと思って打ってるドライバーショットっていうのは少ないですね。なんで話戻しますと、ダウンスイングの時にガンって
急ぎたいですよね、飛ばすとき。なのでそういうときはそのダウンスイングに合わせてバックスイングも少し早めに取ってあげるのがポイントですかね。なんでそれを練習場でやってみていただければと思います。あとは本当に何回も言いますけども、振りに行ったときってクラブが必ず遅れますので、遅れないようにクラブを戻してあげることが大切です。この辺にこうなんか紙でも、ペラペラの紙じゃダメですよ、ボール紙とかちょっと固めの紙とかうちわでもいいんで、こうやってテープとかで留めてあげて、この面を意識できるように細工して、普段から練習でこう面を意識して打ってあげるのも大事かもしれないですね。振るときはフェース面が意識できる方だったらいいんですけども、なかなかフェース面って振ってるときって意識できていないと思うので、必ずそのフェース面がどこ向いてるかのチェックをしてあげた方が、振りに行ったときもフェース面が狂いづらいのでボールが曲がりづらくなってくると思います。でも黒は軽く振って飛んでるように、あー見えるね、見える。前回の動画でもお話しさせてもらったんですけど、やっぱり軽く振って飛んでるっていうのは、もちろん効率よく芯に当たってクラブヘッドが一番動いてるっていう前提なんですよ。要は腕体を使ってないんですよ。体で使ってる部分ってどこって言ったら、リストしか使ってないんですね。ここのリストしか使ってないんでここを一番使うんですよ。そうすると体って振ってるように見えない。でもクラブが一番動くんですよ。こうやってここをこうやって、そうするとクラブが自分がこんだけ動かなくてもクラブってこれだけ動くんですよ。なのでクラブが早く動いてあげてボールに当たったら飛距離は出るので、それをうまく使ってるっていうだけなんですよ。要はもう効率がいいショットですよね。でも例えば左の手首を外側に折ったりして、こうやって後ろからこうやってこうやって来たりとか、こうやって打ったりするとすごい体使って打ちますよね。そうするとクラブ動かないんですよ。結構今流行ってるのはクラブ下ろさないですよね。どうです、クラブこうやって下ろせって最近言われたことあります？僕以外に多分ないと思うんですよ。みんなこうやってこうやってこうやれって言われてないですか？そうするとどこで打ちたいのかって話になっちゃうんですよ。こうやってなってったらまだヘッドはここなんで打ててないですよね。ってことはこの辺に行った時に打つのかな、ちょっと分かんないですけど、クラブヘッドを落とさなかったらボールってポンって飛んでいかないですよ。クラブヘッドをこうやって落とさないで打つと、要はインパクトのところに戻りづらくなるんでボールが曲がりづらくなります。それの戻し方を同時に教えてると思うんですけど、そうすると2つやらなきゃいけないことが増えるんですよね。僕が言ってるのは一つだけなんですよ。インパクトヘッドをこうやってボールに戻すだけなんですけども、基本から外れたことをやるとそれ以上にプラス何かやらなきゃいけないことが一つずつ増えていくんで、それは気をつけてください。それなりに練習量が必要になってきます。なんでそれはすごい難しいことなので、単純にシンプルに考えて、自分が止まってて自分の体が軸になる、それの周りをクラブが動いてあげることが一番効率よくボールを飛ばすことなので、それを心がけてあげた方がいいです。クラブを手で持ってるんで、手を支点にしてここを動かさないで手首を使ってクラブヘッドを、前に出してあげるだけで今だけの手打ちでだいたい200-230ぐらいは飛ぶんですよ。こんな僕の非力でもあれぐらいの距離は簡単に出せます。なので相当クラブの動きをロスして打ってる方が飛距離が出ないなって悩んでる方だと思うんですよ。飛距離が出ないんだったらクラブヘッドを動かしてボールに当ててあげたら飛距離は簡単に出ますので、自分が動かないんで飛ばす方っていうのは軽く振っても飛距離っていうのはすごい出る、その分クラブが動いてますよっていうことなんですね。で逆を言えば、体をこうグンって使って打ってクラブが動いてない人っていうのは振った分よりも全然飛距離が出てない、要はクラブが動いてないんでボールにクラブが
当たるスピードも自然と遅くなる。なので飛距離が出ないんです。なんで今あんだけ振って芯食ったのに全然飛距離出てないんだろうっていう感じになるんで、その辺は気をつけていただければと思います。では今回はですね、軽く振って飛ばす打ち方、答えは出なかったんですが、説明を終わりにさせていただきます。最後までご視聴ありがとうございました。